よ。いくよ。少しは会話のキャッチボールしてくれよ。でも、いつも通りで、なんだか安心しますね。まあな。あれがネモ姉のいいとこでもあるしな。ふぅー！魔物がー！え、嘘だろ？ガウ、ガウガウ。ガウガウガウ？ガウ？なんだこれ？ガ、ガウガー！魔物さんとお話してるんですか？すげえな、ネモネ。魔物の言葉、わかるんだな。いや、ネモネは人だよ。人が話す言葉以外は全くわからん。なんだ、いつもの適当かよ。魔物がショック受けてるぜ。うわ、めちゃくちゃ怒ってんぞ。ねえ、見て見て、綺麗な蝶々。話を聞いてくれ。とりあえずこの魔物なんとかしねえと。もうしょうがにゃいにゃ。お前が撒いた種だろが。ほら来るぞ。よーし、行くぞ。ネモネーに任せんしゃい。おい、誰にやられたんだよ、こんなひどい。ネモネーだよ。記憶喪失にでもなったのか。いへへーと冗談はさておき、本当にごめんね、怒らせちった。ガウ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 。あの、ネモネー？やっぱり魔物さんとお話できるんじゃ。あの、お姉さん！私を弟子にしてください！お、なんだなんだ？どうしたお嬢ちゃん？私、お姉さんみたいに魔物に言うこと聞かせたいんです！お願いします！危ないからやめた方がいいと思うぜ。うんうん、とっても危ないよ。危険が危ないよ。それでも、ごしょごしょごしょ。ネモネーの修行はこれぐらい大変つらいぞーい。それじゃ、早速修行を始めよう。ま、その前に私さん、お腹がぐーぺこちゃんだから、何か美味しいものを食べよう。お嬢ちゃんの住んでるとこまで案内して。はい、こっちです。おい、引き受けちまいてよかったのか？師匠だなんて。いいの、いいの。それに、あの子、なんだかね。我が愛しの妹と重なったのだ。全然似てないけどね。あいつ天才だし。ただ、可愛いところは似てたかな。それに、ことはそう単純じゃないのさ。それって、どういう？さあ、わかんねえ。早くお嬢ちゃんを見失っちまうぜ。こりゃひでえな。めちゃくちゃだ。みんな、ただいま！もう大丈夫だよ！私が魔物たちに言うことを聞かせて！お前、そんなこと、危ないからやめなさいとあれほど！あの、できれば訳を話してくれませんか？私たち、力になれるかもしれません。それが、突然村に大勢の魔物が攻め入ってくるようになったんです。ここには自警団もいるのですが、歯が立たず、このように村を荒らされてしまい。ふいん、なるほどね。大変だ！また魔物が大勢！そう
んな。この人たちを守りましょう。ありがとうございます。旅の方々、お礼と言ってはなんですが、おもてなしをさせてください。よっしゃー、お嬢ちゃん修行開始、ついてこーい。はい、待ってください。気にしないでくれ、ああいうやつなんだネモネは。そうですか。では酒場に案内いたしますね。またネモネの勝ち、もっと全力で来い。ずるいですよ、ネモネの方が足早いに決まってるのに。ってさっきから遊んでるだけじゃないですか。お願いします、真面目に教えてください。ネモネ、わあ、すっげえ興奮するぜ。私さん、こんな感じに妹に頼られたかった。ということで、こちら先日お友達になった魔物ポチ太郎です。大丈夫、ネモネーと遊ぶように適当にふわふわやろう。ネモネーと遊ぶように。ほらほら、こっちまでおいで、ポチ太郎。よっしゃ、かくれんぼしよう。お嬢ちゃん、鬼ね、隠れようぜ、ポチ太郎。あ、待ってよ、ネモネ、ポチ太郎。あれ消えた。あ、森が荒れてる。もしかして、私たち、お前たちのお家、荒らしちゃったのかな。ネモネ、遅いな。もう夕暮れだぞ。いつまで遊んでんだ？いつまでも遊んでいたい。いつまでも子供でいたいのだ。うむ。ネモネ、いつの間に？ただいま。ただいま。おお、二人とも、お帰りなさい。早速、もてなしの宴を。ねえねえ村長、この村はずいぶん広いね。めっちゃ住みやすそう。ありがとうございます。最近住民が増えたので、周辺の木々を切って村を大きくしたんですよ。あの村長さん、そのせいじゃないのかな。私たちが魔物さんのお家を荒らしたから。ん？魔物さん怒ってるんじゃないかな。そうか、確かに魔物たちが襲ってくるようになった時期と木々を切った時期は一致するな。いや、しかし、そうだとしても我々が豊かな生活をするためには必要なことだったろう。魔物くすぐったいよ、ポチ太郎。これは一体どういうことだ。ねえ村長さん、一緒に住めないのかな。その魔物さんたちと、こんなにおとなしい魔物だっているんだし、みんながみんな悪いやつじゃないんじゃないかな。何をバカなことを。それを魔物と一緒に住むだなんて、なんてこだ。魔物がかばったのか、こんなことが。まあまあ、こういうこともありえるのさ。知らないけども。ねね、どうだい、少女の提案を受け入れる気には。いや、ダメだ、そんな危険なことできるわけないだろう。おい、
自警団を呼べ。こんなことを子供に教えるだなんて信じられんやつだ。力ずくで追い出してやるわ。もう人の話を聞かない困ったさんだな。そういう人は目だぞ。いや、普段話を聞かないのはネモネーなんだよな。お前それはさておき、あいつらの頭冷やしてやろうぜ。うんうん、キンキンにしてやろう、団長。ほいほい、一丁上がり。あ、大変よ、また魔物たちが村に来たわ。修行の成果見せる時が来たな、お嬢ちゃんよ。待ちなさい。よしよし。あ、そんな。マジかよ、おい。魔物が私さんと少女に気を許してる。なんて冗談はさておき、みんなも遊ぼうぜ。こいつらモフモフして気持ちいいぞ。確かにちょっと気持ちよさそう。大丈夫だよ、この子たち本当はおとなしいから。みんなもほら。どうやら私の頭が硬すぎたようですね。すみません、旅の方々、無礼をお許しください。でもね、今ね、都合のいいことに数分前の記憶が散歩に行ってしまったよ。だから、なーんにも覚えてないや。謝ることないぜ。本当に面白い方だ。魔物との共存は案外心地よいかもしれませんね。じゃあ、魔物たちも一緒に？ああ、やってみよう。この村は私たちと魔物たちのものだ。マジかよ、すげえな。こんなことになるだなんて夢にも思わなんだ。いや、ネモ姉さん、本当は全部考えてたんじゃねえのか。え？ネモ姉優しいですし、こうなるようにもしかして仕向けてたとか。いや、いやいや、そんなバカなことあってたまるかい。私はいつも通り適当に。適当だけどさ、本当はいろんなことを考えてるんだろ。すげえよ、ネモネ。待て、ストップ、止まれ少年少女。私さんの顔を見ろ。あ、真っ赤。どうしたんですか。真意がバレると意外に恥ずかしくてたまらないものでな。にゃふふ、こんな顔は今まで姉と妹にしか見せたことなかったんだけども。えい、逃げるが勝ちよ、さよなら。適当だけども本当に優しくていいやつだな、ネモネって。